ははい皆さんこんこにちは入り立て浜コーヒーの浜のです、えー、今日はですね、えー、ちょっと煙対策についてお話ししようかなと思います、えー、最近あの焙煎機を導入される方からですね、えー、煙をなんとか、まあ、消したいとかね、えー、そういう,こう要望とか質問とかいただくようになりまして浜コーヒーではあのこう、ね、焙煎機の後ろというか横にですね、えー、消炎装置をつけてるんですがそちらのまあ まあ、販売というか、まあ、紹介というのができるようになってきましたので、まあ、その案内も少し兼ねてですね、えー、ちょっと今回頂い,いた質問にお答えするという形で、えー、ちょっと動画を撮らせていただきました、えー、今回頂い,いた質問はですね、えー 浜コーヒーでは、油塩除去装置 EAN200 というやつを使っているんですが、そちらを2台使いまして、6キロ焙煎機につ,つなげて、6キロの深入りの煙が消えるという状況にできているんですけども、これ、例えば焙煎量をですね、2キロとか3キロぐらいまでに絞っておけば、 1> 1台でもいけるのかとううような質問だったんですねで今日たまたまあ焙煎のリストにですね、えー、今日の焙煎の予定の中に、えー、深入りの 2.2kg 大体2 9キロぐらいの焙煎が入ってましたのでちょうどそれを使いまして、まあ、その時にですね、えー、普段は2個とも電源を入れてるんですがうんと片方の電源を落とした状態で ちょっとと焼いいてみたという様子を撮影しましま、えー、であの2回撮ったんですけども1回目はそのマンデリンの深入り 2.2kg ぐらいを油塩除去装置1台のみの稼働で取りましたで、えー、2回目の焙煎ではケニアマサイの深入りこちらを2 8 2 9キロぐらいですかね、えー、焙煎してましたのでそれをお 今度はもう2台とも電源を入れて普通に普段通りですね焼いている様子を外に出てどれぐらい煙が消えているのかというのをちょっと2本比べた動画を撮りましたのでそちらを見ていただこうと思いますよろししくお願いします。 にですね、そうですねはい。 はい,いです、ね、はい。 はいえー、ただ今見ていただきましたように、えー、結果としてはですね、えー、この遊園除去装置こちらを2台使っていればきれいに煙が消えているんですけども1台電源を落とした状態でですね、えー、あの1つだけを稼働させた状態で使うと極め2.2キロぐらいの焙煎でも結構煙が出ておりました。 えーまあ、ああいう感じであ,のあれもですねあのちょうど朝日がこう東から昇っているこの、まあ、ちょっとこう下から見上げる感じでですね、えーまあ、完全な逆光ではないんですけども、まあ、光がこう一番こう、ね、映る角度で、えー、撮っていたのじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、あの上に、ね、こうスーっとあの煙が昇っていくのが、うん、見えていたかと思いますが。 まあ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 あそうですね1台じゃあちょっと厳しいかなというので2台つけるとその分取りこぼした分を2台目でしっかりとキャッチしてくれるというところでして、えー、まああの今の組み合わせで6キロぐらいの深入りまでですね煙がしっかりと取れてるとまあ匂いに関しては完全に取,れ取り除けるわけではないんですがあのまあまあまあそんな気にならないレベルぐらいまでは 取り除けていいるかなと思います。要はその煙臭さというかうんそういう類の香りじゃなくて、まあ、ちょっとまあコーヒーっぽい香ばしい系の香りって言いますかねそういう香りがファーッと出てますんで、まあ、それも取り除きたいということであれば一応ですねあの活性炭を使ったそういうフィルターというのがありますので。 えどうしても匂いまで完全に取り除きたいという方はそちらをおすすめしておりますがこれもあのメーカーの方メーカーというかメーカーの代理店になるんですけどもの人から話を聞きますとこれも完全に取り除けるというわけではないと9割9分ぐらいは取り除けるんですけどもまあやっぱりコーヒーっていうのは焙煎の煙の匂いって結構強いので。 あのどうでしょうね、まあ、もしかしたら取り除けない、完全には、ね、取り除けないかもしれないんでという話を聞いております。えー、僕らとしてもその活性炭を使ったフィルターというのはちょっとまだ使っていないので、何、えー、とも言えないんですけども、んまあ、浜マコーヒーでは今、活性炭は使わずに、このいわゆるその、えー、静電気の除去、静電気で煙をこう吸着するという装置ですね。えー、そういういものを 2台使っているんですけども、この静電気の吸着方式っていうのは、えー、その中にセルと言われる、ね、こうフィンがこう並んでる金属の板が入ってるんですけどもそこにこう煙の粒子をバーッと吸着させていくんですがこれ自体は洗って繰り返し使えるんですけどもこの活性炭のフィルターっていうのは繰り返し洗ったりできないんで。 中,の中身の,その活性炭自体をこう入れ替える新しいのをまたこうねこう交換するというような形らしいのでまあまあまあそうですねそこそこランニングコストもかかるということでまあちょっと僕はどうかなというふうに思っているところなんですが本当にねあの何て言いますかねこうショッピングモールの中でやるとか。 地下街ででやるとかですねそういうところになりますとんまあでもそれでもそれでもまあ地下街に煙をそのままね排気を放出するっていうわけにはいかないと思いますので、まあ、ある程度そのどこか外屋外まで引っ張らないといけないと思うんですけどもまあいの問題はそこまでねまあ気にしなくてもいいんじゃないかなというふうに僕個人的には思ってるんでまあどうしても気にされる気になるという,う場合とか。 もしくはその入居する条件で厳しく制限かけられているようなところがもしあったとしたら、まあ、そういう装置もありますよということで、まあ、別途お見積もりという形になるんですけども、まあ、この機械をです、ねえー、まあ導入した時にいろいろな組み合わせでちょっと煙がちゃんと消えるかどうかをです、ねえー、検証をしたんですが。 ハマコーヒーで使ってるのはあれ EAN200 っていう機械でしてあれよりもっとでかいのもあるんですけどももう一回り小さいのもありまして EAN150 っていうのがあるんですがそれも一度お借りしてえ120と200の荷台とかいろいろ組み合わせを変えてですねまああの検証したんですがそれでもちゃんと消えてくれなかったんですねいろいろやった中で EAN200 を2つこう つなげて、まあ、そこに直列でねこうつなげて煙を通せばう、まあ、6キロも2キロも3キロも煙が消えてくれるということで、えー、まあまあ良かったなということで今あの使用で使っておりますうんはいですので、まあ、今6キロ焙煎機検討いただいている方は今浜コーヒーで使っているあの組み合わせで 十分消えるというのがもう実証されておりますのでまああの今ね浜コーヒーから焙煎機を買っていただく方にはそのようにご紹介をさせていただいておりますでまたあの1 2キロというのがあ,ありましてねさらに大きい焙煎機ですけどもその焙煎機で、えー、深入りにする時かなりの煙が出ますからこれもなんとかしないといけないっていうことで今ちょっとうーん ちょっとね検証しているところというかちょっとまだ部品が一部届いてないのがあるのでちょっとフルスペックではやってないんですがこれまた動画にしてあげようと思ってるんですけども先週先々週ぐらいかなあの1 2キロをチューブ返りにしたということがありましてねこれ2回焼きましたのでその2回焼く時の煙をしっかりと消せるかどうかっていうのを えちょっっと検証したかったかんですよね、えー、そこでまずあの、まあ、その動画の時にまたちょっと言いますわ。でそれあのちょっと2つつなげてやってみたところまあまあそこそこ取れてたということがありましたのでまあまあこれもねあのちょっとおいおい動画にしてあの発表したいなと思いますが、えー、1 2キロの煙の消す動画、まあ、そういうね組み合わせについてもうんともう少ししたらちゃんと ご案内発表できるかなと思いますあと1キロ焙煎機もあの今ハマコーヒーで使ってる組み合わせで、えー、ご案内できるようになりましたので、えー、焙煎機の煙でお,お悩みの方はですね、えー、ちょっと一度お見積もりというかご相談いただければちょっとご案内させていただくということも、えー、いよいよできるようになりましたのでね、えーまあ、今回ちょっとご質問 いただいた内容に動画でお答えするという形になりましたが、まあ、他にもですね、えー、焙煎機導入考えてるんだけど、煙でどうしてもちょっとうーん踏み出せないとかですね、す、え、で、ー、に焙煎機導入されている方で、ちょっと最近苦情をいただくようになったとか、まあ、そういうことがあるという方はですね、ちょっとあの、の浜コーヒーの,あのホームページの問い合わせフォームというか、えーまあ、何かそ,、まあ、そちらの方からですね、あの下に貼っときますんで、えー、そちらからあのご質問いただければ。 ちょっと、あのまた、こう、お返事、お返ししますので、えー、どしどし、ご質問、お待ちしております。はい。えー、ということで、そうですね。はい、はい、はい。何か、あまあ、あれば、コメントでもいただければ、お答えしようかなと思っておりますんで。はい。えー、本日は、まあ、以上でございます。えー、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。